が全部ついてるような状態、あるいは先をちょっと持ち上げたような構えか。先が上がってる、これね、ボールを全部つけた時、この、あるいはちょっと先が浮いてるような感じの時、どう、それからヒールがちょっと持ち上がって頭だけがついてる時、この違いが出ますよ。近い距離のアプローチで風全体が地面に芝生につくようにセットしてしまうと、芝生の抵抗があったり私が余計なローテーションを起こしてまして、向きを変えやすい。そこで至近距離のチップショットにはセットアップのスタイルを変えて、ヒールを持ち上げ、トウをつく、トウだけをつけるように、ソール全体の接地面積が狭くなって、ストロークした時にも芝生の抵抗を最小限に抑える。Thank you.